12月23日、松山市四季記念博物館で、令和5年新春特別展、四季と川東家、碧梧桐を育んだ絆の内覧会が行われました。四季と川東家、この特別展では、碧梧桐を新しい視点で検証するため、川東家の人々と四季の交流にスポットを当て、近年の新しい収蔵資料を交えながら、81点を紹介しています。竹村家へ、母方の竹村家へ養子に入ったので竹村紀藤となっておりますが、竹村紀藤、それから川東千、この3人を中心に四季との関わりを見ていくという新しい、これも視点でございます。開けていただきますと、まず川東家の系図が、今回の特別展の中では特に見どころとなる資料がいくつもございます。その中の一つが、川東正家碧梧桐のお父さんが四季に送った手紙です。この手紙の中で、川東正家は四季から実のお父さんのように思っていますというふうに、手紙で言われて非常に嬉しく思っていますというふうなことを四季に書き送っています。川東正家と四季とが、非常に深い絆で、つながっていたということを、こちらの展示品は物語っています。この他にも、川東正家と四季とのつながりや、碧梧桐のお兄さんの竹村紀藤と四季とのつながりを物語る資料などを多数展示しておりますので、ぜひご覧ください。それから、こちら、この四季と川東家碧梧桐を育んだ絆は12月24日から1月30日まで開かれています。竹村紀藤と川東千の四季との交流をご紹介します。